はい。皆さん、こんにちは。え、ぜっです。それでは今回なんですけども、ローソン銀行 ATM で AU ペイさんだかにチャージをすると、最大3000ポンタポイントがもらえる AU 自分銀行があれば、さらに効果的に実際のチャージ方法も解説ということで、今回は AU ペイのチャージに関するキャンペーンですね。このキャンペーン自体は AU ペイを利用されている方であれば誰でも参加することができますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回はこちらですね。au でも au じゃなくて a u ペイチャージなら、ローソン銀行 ATM がお得ということで、そして講座解説不要となっております。まあ、タイトルにもお伝えした通りね、とりあえずローソン銀行 ATM で a u ペ a の中にチャージをすると最大で3000ポンターポイントがもらえるキャンペーンとなっております。結構熱いですね。で、このキャンペーンなんですけども、期間が1月の12日火曜日、本日からスタートしまして、2月の28日日曜日23時59分までのキャンペーンとなっております。このキャンペーン自体は特にエント とかはないのでとりあえずチャージすすすれば、OK、でで詳細に入っていいきたいと思うんですけどもまず、このポイントがもらえる条件としましたら、ローソン銀行 ATM から a p ページにチャージをするっていうのが条件となります。で、今回のキャンペーンの還元率なんですけども、チャージ金額に対しての5%還元となります。 なのでもちろん上限までチャージをするのも OK ですし、少額でも全然 OK ですので、まあ、ご自身が使える範囲でチャージするのが一番いいのかなと思います。で、付与される上限は3000ポンタポイントとなります。なので、6万円まで現金をチャージすることで上限に到達します。 次に付与される日程なんですけども、3月末にポンタポイントとして付与されるので、まあ、キャンペーンが終わって忘れた頃に付与されるかなという感じですね。で、対象となる ATM なんですけども、先ほどお伝えしたローソン銀行 ATM であったりとか、基本的にはね、この ATM 自体は店舗の中に入っていることがほとんどなんですけども、ローソン、店舗以外のローソン銀行 ATM も対象となりますんで、普段からね、利用されているところがローソン銀行 ATM 対応していれば、このキャンペーン参加してみるのもいいと思います。 で、対象外のものもちゃんとあるんですけども、あの、a u p イプリペイドカードを解約されていた場合に関しては、このキャンペーンの対象外となりますので、ここも気をつけてください。あともう一つ、ローソン店頭レジでチャージをされた場合に関しても、こちらも対象外となりますので、これも気をつけてください。で、今回ですね、このキャンペーンのポイントとなるのは、この、付与上限3000ポイントというところですね。まあ、6万円チャージで上限ということなんですけども、 ま、もしなんですけども、上限の6万円をチャージした場合の使い道はっていうところで気になると思うんですが、まあ、もちろんね、無理に上限までチャージしなくても OK なんですけども、今回僕の中では2通りの方法を紹介させていただきます。まず1つ目は、AU ペンのキャンペーンですね。まあ、やっぱりね、チャージをしたらね、このキャンペーンと併用するのが一番ベストな使い方かなと僕は思います。実際に今1月のキャンペーンなんですけども、まあ、絶賛開催中のローソンの3%還元であったりとか、あとはケンタッキーのキャンペーンですね。これは1月31日まで。 スーパーマーケット20%還元キャンペーン。これも1月31日まで。まあ残念ながら僕が住んでる地域にはこの対象のスーパーがないんですけども、対象のスーパーが近くにある方は結構お得なキャンペーンだと思います。で、このスーパーマーケット20%還元のタヌキの大恩返しなんですけども、 今はこちらの1月1日から1月31日のキャンペーンと、さらにですね、2月3月もかなり熱いキャンペーンが開催されるんですよね。キャンペーン自体は同じなんですけども、2月に関してはスーパーマーケットに加えてなんとドラッグストアがプラスされると。で、さらに3月に関してはドラッグストア、さらに飲食店まで追加されるって感じなんで、1ヶ月ごとにかなり強力になってくるんですよね。で、さらにこのポイント還元上限に関しては、特にね、今と変わらないんですけども、実際に1回の付与上限が500ポイントなんですが、 いかに2500円分利用したら500ポイントに到達して、期間中15000円分使えば、ポンタポイント3000ポイントの上限に到達するという感じになっております。まあ、普通に生活する上でね、だいたい食費とか日常雑貨とかお買い物するってなった時に15000円って意外と結構いっちゃったりするのかなというふうに思いますね。なので今回のこのキャンペーン自体はもともと還元上限が3000ポイントなんですけども、6万円をチャージすることによって上限に到達します。なので簡単な計算をしたら、1ヶ月ごとに2万、2万円を利用することで、 ま、綺麗に6万円がね、なくなってくるのかなと思います。まあ、ですけども、ま、もしかすると一人暮らしであったりとか、そんなに使わないよって方からすると結構大きな金額かなと思いますね。ですけども、先ほどもお伝えしたように、上限までいかなくても全然大丈夫です。とりあえず、チャージすることにその5%還元なので、ま、それはそれで結構お得なのかなと思いますんで、これに関してはご自身のね、生活スタイルに合わせてチャージするのが一番ベストかなというふうに思っております。まあ、キャンペーンも結構長いですもんね、このチャージキャンペーンに関しては。これがまず一つ目の使い方ですね。で、次二つ 2つ目なんですけども、au の自分銀行に払い出しということで、 これに関しては、au 自分銀行を持ってる方だけに使えるものとなってるんですけども、もし行う際は、この aupay と au 自分銀行との、まあ、事前に連携が必要となりますんで、先にもしこれを行う場合は、連携を行ってください。で、どの画面から実際にその払い出しをするのかっていうところなんですけども、まず aupay の画面を開いていただきましたら、ここの左上に3本線がありますんで、ここをタップしてください。そしたらですね、いろんなメニューが出てくるんですけども、ここに払い出しするという項目があるんで、ここをタップします。 そうすると、今、払い出しする画面というのが出てきます。ちなみに僕の場合ですね、後ほどチャージ方法は解説するんですけども、すでにチャージをした状態でお伝えします。ここにですね、送金払い出し可能残高ということで、6万と1円ということになってますね。まあ、ちょっと1円なんであるか。 覚えてないんですけども、とりあえず6万円分チャージしてます。で、そこからですね、今回は手数料が発生します。で、手数料の詳細は今の画面の下の方にこのような風に出ておりまして、払い出し及び払い出し手数料には送金払い出し可能残高が利用されますということですね。1回あたり1円以上1円単位で10万円まで払い出しができますということ。そして、払い出し金額プラス手数料が送金払い出し可能残高を上回る場合は払い出しすることができませんということ。で、重要となるのはここですね。払い出し手数料は払い 払いい出しし万円円未満の場合に関しては税抜き200円かかるということで、さらに、2万円以上の場合は、払い出し額の1%確保税抜きがかかりますということですね。なので、僕の場合は、今回は2万円以上の方に該当するので1、1%確保税抜きがかかるということになります。なので、最大払い出し可能残高として、59,348円分が、au 自分銀行に振り込まれるということになります。実際にね、画面を進むとこんな風になります。 払い出しする金額と手数料をご確認くださいということで、送金払い出し可能残高として、6万と1円。で、手数料が653円。で、払い出し額として、59,348円。これが実際に僕の AU 自分銀行に入りますよということですね。なので、もしですね、このキャンペーンで AU ペンにチャージをして、1円も利用しなかった場合の計算なんですけども、このキャンペーンで付与されるポイントが3,000ポンタポイントとして、手数料が僕の場合は、ま、653円かかります。 なので、実質、プラス2347円分が、プラスになっちゃうっていう、ちょっと不思議なキャンペーンとなってるんですよね。で、念のため、ちょっとコールセンターに確認をしてみました。で、問い合わせた内容はこんな感じなんですけども、ローソン銀行 ATM から上限までチャージをして、あまり利用せず、払い出しをしてもポイントの反映はされますかというふうに聞いてみたところ、返ってきた感じの答えはこんな感じです。ローソン銀行 ATM でチャージをした段階でキャンペーンの対象ですという答えをいただきました。まあ、今回に関してはね、あの、録音して なかったんですけども、もまあ、親切なお兄さんに教えていただきました。なので、もしまあ今回チャージをしても、まああまり使わなかったかなっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、au 自分銀行にま逃がしてあげるのも。まあ1つの方法かなと思います。まあ、ですけども、もしですね。<laughs> au 自分銀行に払い出しされる方は、事前に確認をした方がいいかなと思います。 AUP のコールセンターにフリーダイヤルあるんで、僕はそこに問い合わせて、確認をして、問い合わせたんで、まあもし行う際はね、自己責任でお願いします。万が一ね、チャージをしてポイントが反映されてませんっていうことがあっても、まあ僕の方では何とも言えないところではあるので、一度確認することを僕的にはお勧めします。で、実際のですね、チャージ方法なんですけども、めちゃくちゃ簡単です。これローソン銀行 ATM 前にいるんですけども、まずは AUP を開いていただきまして、ここにですね、チャージという項目があります。で、そこをタップしたら、ここにローソン銀行 ATM という項目があるんで、 ここをタップしてください。で、ATM 側ではこのスマホ取引っていうのが左手にあるんで、そこをタッチします。そしたら今見ているような画面が出てくるんで、スマホ側ではここに QR コードを読み取るという項目があるんで、ここをタップしたら、ATM 側に出てる QR コードを読み込んでください。そしたらこの企業番号というのが出てくるんで、8434というのが出てきます。それを ATM 側で打ってあげます。で、実際に今回チャージする額ですね。 ま、僕の場合はね、あの、上限マックスの6万円までチャージしてみたいと思いますんで、ATM に6万円を入れて、そして手を振ります。で、入金される金額が6万円ということが確認できましたら、右下の確認をタッチしてください。で、取引金額6万円というのがバッチリ確認できましたら、この確認っていうのを押したら、これで、AUP 残高に反映されるということになります。やり方としたらめちゃくちゃ簡単ですね。 まあそんなこんなで今回は AUPay そしてローソン銀行 ATM のキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあね、パッと聞いた感じ6万円という金額がかなり大きいので、先ほどもお伝えしたように無理に6万円上限までチャージする必要というのはないので、もちろん小額からね、チャージするっていうのも全然ありかなと僕は思っております。 まあ5%還元で普通にお得ですよね。まあこのポンタポイントに関してもいろんな使い方があるので、もちろんローソンのね、お試し機会券でも使うのもいいと思いますし、ポンタポイントでお買い物するのもいいと思いますし、あとはマイルとかにも交換することもできるんで、まあいろんな方法もね、あるんで、のタイミングでポンタポイントをゲットするのもありなのかなというふうに思っております。で、今回お伝えしたね、このキャンペーンのリンクに関しましては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は 以上です。ご視聴どうもありがとうございました。